大阪ヤンマースタジアム長居です。2019明治安田生命 J1 リーグ第19節、7位のセレッソと9位の名古屋、名古屋が勝てば順位が入れ替わる一戦。セレッソの無失点試合は9試合、 J1 で一番多いチームです。セレッソのスタメンと予想フォーメーションです。いつも通りの 4-4-2 です。そうですね、キム・ジンヒョンからこう来ましたけれども、はい、ここからビルドアップしていく、その時に今日は名古屋グランパスの方がどういうフォーメーションで来るか分かりませんけど、特にこの水沼宏太、松田陸、丸橋清武、両サイドの攻防っていうのは注目ですね。一方、名古屋のスタメンと予想フォーメーション、3センターバックと予想しました。で今日はですね、なんといってもこのマテウス、それから泉、このサイドの先ほど言いましたけど水沼だったり、それから清武いますから、このサイドの攻防とネットがですね、エドワルドネット、はい、ワンアンカー気味になってるんで、ここが終盤試合の終わり頃になってきた時にギャップが生まれなければいいなと思いますけどね。なるほど、はい、シミッチへのパス、泉左足振り抜いたか、こぼれ球、最後ジョーが入ってきた。でも名古屋らしい崩しですよね。そうですね、中に奥の入ってきますが、クロス、清武のボール、その先丸橋追いつけるか、追いついた、マテウスとのマッチアップ、かわしてクロスだ、いや来た、こぼれたところ、奥のまだある、最後かき出した名古屋。うわ、今完全に崩しましたけどね。そうですね、ボールに乗ってしまったんですね。ですね、ここは縦につけます、水沼、中にメンデス待っている、一人かわして左足でクロスを上げる、ファーサイド、丸橋だ、先制点は丸橋の左足、今シーズン初ゴール。これうまくですね、奥野が時間作ってこの切り返しですよね、これでこう勝負が決まった、はい、いわゆるこのマテウスはですね、どちらかというと前の選手なんで、この辺のボールのマークのこう見方って言いますかね、ここがうまく取れてなかったですよね。左足は切っていますが、その左から出そうというか、ここは吉田、ファーストサイドへのボール、抜けてきた、ジョー、クロスだ、ここでネットでした、ネットからクロス、ジョーへというボール。名古屋の方は、はい、中でこう仕留められる選手ってたくさんいますから。そうですね、ネットもそう、もちろんジョーもそうですし、シミッチですから、いいボールさえ入れば今みたいなチャンスは広がりますね、はい、シミッチ縦につけた、ワンタッチ、米本のシュート、泉から米本、そしてシュートというところでしたが、丸橋、戻せという藤田のジェスチャー、そして瀬古、技術のある選手、左足で出します、清武が抜けていこうというところ、さあかわして、中に折り返して、メンデスへのボール、必死に戻った、名古屋、今くしびきですか、そうですね、多分くしびきだと思うんですがね、この白いスパイクが飛んできました。あー、ないですねこれ、素晴らしいパス、素晴らしい抜け出し、さあ高木俊之が入ります。73分、ただ前田が前からプレッシャーをかけてロングボールを蹴らせました。ブルーノメンデス、収まります、アドバンテージセレッソ、さあフリーになる、打つのか、奥野だ、もう一度いった、ねじ込みました、最後高木俊之、途中から入った高木俊之、見事なゴールを決めました。いや、次のゴールをね、どっちが決めるかっていうところあったんですけど、ここをうまくね、代わって入った選手を使いましたよね。でこれですね、中に清武いたんですけど、はい、もうまず枠飛ばすっていうところを意識してたのが良かったし、なんといってもその後のプレーが誰よりもこう早かったですよね。よくこれ大事なシーンで、大事な局面で大事なゴール決めましたね、
これ右足のアウトですからね。中田にボールを運んで宮原、中田に戻します。そして米本走り出してジョーのヘッドだ。決めたかったジョー。いやーでもね、ジョーのうまさ出ましたよね、はい、視野から消えてて一瞬でこう前に入ってくるっていうところですよね。ワンタッチでパスを回す名古屋、位置に入ってきましたが、ここは固めているのがセレッソ。そしてこのカウンター、ブルーロメンです。さあ高木俊之が開いていく、ブルーロメンです。シミッチを振り切ってキーパーと1対1シュートだ。後ろからいいボール見ましたけど、やっぱりここ最後のところでこう決める選手いる、はい、で特にこれ深かかってますから、もう最後のところですね、よくキーパー見てこれ中合わせるかなと思ったんですけど、まあ、うまくねゴールキーパーのランゲラックの股を狙いながらよく決めましたね。 J1 の中で無失点試合が一番多いのがセレッソです。弾き返す米本、浮き球を使う、ここでホイッスル。最後ブルーロメンデスのゴールも決まって、セレッソ無失点試合で名古屋を下しました。名古屋グランパス、これでリーグ戦8試合連続勝ちなしということになりました。